ジャパンラグビートップリーグ2009の2010は2009年9月4日から2010年1月9日まで、レギュラーシーズンが行われた。リーグ1位は、山陽電機ワイルドナイツであったが、プレイオフトーナメントでは、リーグ3位の東芝ブレイブルーパスが優勝した。なおこの年から、プレイオフは共産スポンサーがなくなり、単にトップリーグプレイオフトーナメントの名称に変更された。 ジャパンラグビートップリーグ2009-2010の,の参加チームは下評の通りである。昨シーズンの結果、日本 IBM ビッグブルー、横川武蔵野アトラスターズが地域リーグに降格し、リコー・ブラック・ラムズ、ホンダ・ヒートが地域リーグから昇格した。トップリーグの結果、13位、ホンダ・ヒートのトップベースと、14位九州電力、九電ボルテクスの トップ九州への自動降格が決定した。以上の結果、1位、NTT コミュニケーションズ、2位、トヨタ自動食器がトップリーグに自動昇格、3位、松田ブルーズーマーズのトップリーグ入れ替え戦への出場が決定した。以上の結果、1位、横川武蔵野アトラスターズのトップリーグ入れ替え戦への出場が決定した。規定により、トップリーグ11位、近鉄ライナーズが トップチャレンジ2.1位の横川、武蔵野アトラスターズとトップリーグ12位、リコーブラックラムズがトップチャレンジ1.3位の松田ブルーズマーズと入れ替え戦を行った。入れ替え戦の結果、近鉄ライナーズ、リコーブラックラムズのトップリーグ残留が決定した。2009から2010シーズンの年間表彰式は2010年2月1日に グランドプリンスホテル新高輪で実施された。トップリーグ優勝チームフェアプレイチーム賞、ベストファンサービス賞、トップリーグ MVP 新人賞最多トライゲッター、特典王、ベストキッカーベストホイッスルプレイオフトーナメント、MVP。ありがとうございます。